未亡人がバーミンガム大学の校内に創設したアールデコ町のバーバー美術館2007年撮影バーバーが寄贈したバーミンガムのビクトリア広場にあるビクトリア女王の像当初の大理石像は1951年に鋳造されたブロンズ像に置き換えられている2006年撮影ヘンリー・バーバーとして知られた 初代順弾シャクサーウィリアム・ヘンリー・バーバーは、事務弁護士、不動産開発事業者として成功した富豪で、スパークブルック、ヘイメルズ、アコックス・グリーン、ボーズリー・グリーン、アストンなど、スプロール現象が進んだ、バーミンガムの郊外で5000件の物件を建設し、賃貸に出して、財を成した。バーバーは、当時は、スタッフ,フォードシャー州の一部で現在は、バーミンガムの一部である。 ハンズワースで宝石職人の長男として生まれ、バーミンガムのジュエリークォーターで育った。バーバーは、長じて、ジム弁護士の道に進んだ。1893年、バーバーは、マーサ・コンスタンス・ハッテ・オニオンズと結婚したが、彼女は、バーミンガムのィ意ゴ製造会社、JC ・オニオンズに関わる、オニオンズ家のサイモン・ブルックス・オニオンズの娘で、相続人であった。この年、 新婚の二人は18世紀に建てられたテムズ川に望むカラムコートを沈着して移り住んだ。夫妻は30代半ばで事業の現役から退いたが、バーミンガムとの結びつきは強いまま残った。1897年にはバーミンガムのビクトリア広場にビクトリア女王の大理石の像を寄贈した。トーマス・ブロックがデザインしたこの像は、 女王が死去する12日前であった1901年1月10日に除幕された。1924年の首相辞任に伴う助君で、バーバーはバーミンガムに対する政治的奉仕に、こうありとしてバークシャー州カラムコートの順断釈とされた。バーバーの死後、この順断釈位は消滅した。バーバーの死後、未亡人はバーミンガム大学の敷地内に、 美術と音楽の研究と振興のため、バーバー美術館を創設した。バーバー夫人が継承した遺産は、美術館に寄贈されて、収蔵品の拡充や、新たな建物の建設に投じられた。指定建造物のグレード2に指定されている、ロバート・アトキンソンが設計した、アールデコ長の建物は、1939年に、メアリー王妃によって除幕された。ありがとうございます。